じゃあちょっと一回やろうか、オリ。さあ、で、これをとりあえず、ワン。はい、ワン。あ、通常アホみたいに長い、こいつ。やばっ。ちょっと待って。いける。で、まだ燃焼入ってない。ちょっと待って。あ、吹っ飛ばされた時か、こいつ。燃焼入ると、あ、全然無理だ。燃焼入る、おら、あ、やばい。おりん強っ。燃焼入ったら、ま、ちょっと待って、これで結局こうしてで逃げる。でこれやろ、まあ、これ入れてよろけ向こう、ちょっと待って、でこれで、いやこれも避けられると思うな、慣れたら。うーん、面がいいやで、はい、ここはめちゃめちゃ優秀。よーし、オッケー。さあ、あ、ブースト来てもうたわ、ブースト来てもうたわ。ちょっと待って、いや、どうやって倒そうか。まあスキルに当てるしかないよね。頑張って回避使ったところ、いや、よろけ向こう、つえけどな。マジ、いや、いけ、いや、これが入ったら強いけど。あ、で、あ、そっか、敵虫出し使うわ。そうや、70杯以上やわ。タケコプターが。おー、始まるんかい。始まるんかい。よろしくからにしてくれ。まあとりあえず行く。はい、からの出す。タンタンからの、なんで今食らわなかった。あー、竹がどっか行ったんか。あー、そっか、踏んつけは全然大丈夫なんだね。さあ、こっか、いやー、いや、やりきれんか。まあ、これ100だったらやりきれてるね。危な、あー、これ一回握る、握る。これは耐えきれんのか。あー、これが嫌か。あー、これがダメだな。ダメか、雷絶対避けなあかんの。あとなんかやり方試す方法あるかな。ちょっと試すやろ。じゃあそこはしっかりとジャスで入って、一旦出す、握る、もうここあれか、通常で殴っでもそうなるよな、そうなってダメじゃん。フルレやろう、来いよ、フルレ。いや、でもこれ通常で押しとったら、あ、でもやっぱ通常のリーチが長いから、いや、これなんやろ。あー、でもね、頑張れるっちゃ。気取るどう。あ、でもめっちゃダメージ入るわ、えぐい。ただ回避できん、ちょっと待って、
いや、やっぱきついな。ローがきつすぎる。ちょっと待って。おお、この使い方いいな。やっぱパンクチャビでなかったら。なあ、終わった。これあれやろ、敵陣のとこにいたらこれやろ、状態異常解除やろ。あー、しさあ、ここでシャンクスの、おい、やばい、やっぱり荒巻シャンクスにビビりすぎてるこいつ。からの、はい、あ、もう無理や、うわ無理や。でも結局さ、ちょっと待ってな、それ、あ、オッケー、よろしく。いや、こんなもん、強すぎるだろカイドウ。どうすんだよ。ちょっと待って、からここ合わせていく。あ、で相手攻撃したら回復の消えた。やばい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 、タンポポ、タンポポいけ、タンポポ。スタート。オーケー、分かっていたよ。どうも、ありがとう。え、なんで、うわー、分かる分かる分かる、え、長い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 、もうダメ。あ、ダッシュ不能ね。あるあるある、ダッシュ不能だ。ちょっと、よしよしよし、いいのかい、そんなに。はい、待って待って待って、分かる分かる、ちょっと待って、ここです。体なんで、あ、70パー、意外に硬いな。あ、避ける、え、待って、溜まったスキル、全然いつでも大丈夫です。あ、オッケー、行きます。ちょっと待って、え、待って、全部回復してない、通常。え、待って待って待って。あ、そっか、ダメージカットで 10% 以下なんや、ダメージが 10% 以下や、体力 3% 回復よ。マジ、え、ってことは実質 3% 分、 3% しか食らってないで、これ棒立ちでいけんじゃね。あ、回復不能を食らうときついわ。あ、なるほどね、回復不能入れて、あ、でもこれで、あ、ボロブレスでもう解除されんもんね。え、うん、攻撃一発当てるだけで解除なんで、あー、回復不能は大丈夫です。はん、よろけるようになった、きつい、よろけたらきつい。あ、だだだだだ、ちょっと待って、これでいったんす、待って、70% 切れてくる、あいつらでかっ、くわー、帰らないでくれ、帰らないでくれ。え、どれどれ、ジャスできるんか、ちょっと待って、どこどこどこ、お前にどこ捨ててー。え、なになに、あ、これあれか、あ、ちょっ、あー、やばい、よろけ向こうが剥がれた途端に。え、でも80でこんだけ耐久されたらもうカイドウ無駄よね。いや、あー、なる、変だ、抜いたら勝ちよ、そっち、オッケー、ちょっと待って、よろしく、用意スタート。なるほどね、あ、ちょっと待って、やったかも俺。これいけるか、いけるか、荒巻見せろ、今日の勝ち、え、入らへん、待って、なるほどね、話しちゃうんかこれで、あ、そういうことか、え、もし剥がしちゃいますよ、もう握れないね君、よし、あー、回復しちゃうけど痛いね、ちょっと、え、握れない握れない、あー痛い、火力エグマってくれ。なるほど、キリン多分ね、うわ、お、全然クロン、あ、そうか、ダメカップ無視じゃないんか、うん、あ、なるほどなるほど、せやな、ディフェンダーに対して 100% アップだっけ、確かで 70% カットやから実質 30% やもん、ああ、じゃあラプンツェルとかパンクシャーと違って、あ、確かにね、うん、全然打っちゃってる、オッケー、よろしくお願いします、オッケー、あらまき、いきます、飛びます飛びます、ほっ、初めて避けれた、ボロブレス、ボロブレスか、うわ、
逃げれ。あ、回復の入ってないか。うわ、ダッシュのだる。え、待って、モモの助ですら無理な。しゅじゃあ俺も仕返す。タケコプター。あ、パパパパ。なんつって。ちょっと待って。よし、これで。いやー、ちょっとだるい、それ、出早い。ちょっと待って、これ。で、ここ。よし、ダウンさせた。あー、痛い。あー、逃げれへん、70パじゃない。あー、痛い。あー、地味にダメージ取る。やべ、みんなあら抜いてきます。はい。ほんほん。いや意外とこの2体やったら引退なんでくる。うん。え、タケコブタ、そっち視点やっぱ避けやすい。避けやすい。やったな。そうか。オッケー。よろしくお願いします。だからこれいきなりのこれからのタケコブタ。あ、待て。あ、やばい。あ、まずい。うっ。いけ。キャンセルされた。え、なに、なに今の。なんかここにエリアある。ラッシュ化のエリア出てるんですけど。いや、やばい。これもやばいか。いや、ダッシュ化なかなか入らんな。あ、そうか、状態上。あ、そう、あ、そう、こっちもね、そう、通常与えたらやから。あ、攻撃与えたらやから。意外とジャス取りやすい説ある。いったー。いや、あかんな。逃げちゃあかんな。逃げちゃあかんな。これ、どすかれ、あ、いっか。いや、もうそのダッシュ不能やめてよ。無理やって。ちょっと待って。フルチャージかなー。うわあ。あ、ブースト、ごめん。やばい。ブースト来た。急に来た。いやマジで。待って、でも一個思ったわ。てなわけでですね、まあ今回海軍本部大将緑牛と、まあ桃之助なんですけども、はい、まあ一応ね、今回80でのチャレンジになってくるから、まあそこはね、100の時と評価がもちろん変わってくるんですが、まあ100だったら、まあ2価、まあ一応これ2価に対してまあ強く出ていける、まあキャラクターにはなってるんだよね。まあしっかりとスキルにの、大ダメージを入れることができるっていうのと、あとはですね、やっぱり吹っ飛ばし、がですね、回復していくから、まあ、まあ80の場合はね、マジで持っていかれるんだけど、100になった場合、ここがね、まあ食らわないっていうことをね、まあこれは教えていただいたんで、まあそこはね、まあ2価に対してしっかりと取っていけるのかなと。いうふうに思います。まあなんで、雷だけ気をつけていくっていう感じですね。まあただちょっとオリンに関しては、まあ火力ぶりにしてあんだけのダメージしか入んないから、80でも、まあちょっと、やりにくいのかなというふうに思います。まあむしろちょっとオリンの評価が上がってしまったのかなっていう個人的にはね。うん。で、あと、無理キャラがですね、ゾロ、青山と、そして歌、これがもう無理キャラになってきますね。まあなんで、まあここがいなければ、まあ、2価が多ければ多いほど、まあ、活躍していけるキャラなんかなと、まあ、個人的には思います。はい。で、桃助ちゃんに関してで言うと、まあ、マジでね、カイドウが無理でしたね。カイドウに対してめちゃくちゃ強いわ、これ。うん、めっちゃ強いっすね。っていう感じかな。まあ、その他のキャラクター、まあ、キドロはもちろんね、もうダメカット無視とかがあるから、パンクチャービルがもうぶっ刺さってしまうっていう感じなんです。ね。うん。で、あと体力が70倍以下になってしまうと、本当にマジで弱いっていう感じです。はい。まあ、ただ、まあ、どうなんだろうね。まあ、まあ、桃助よりも間違いなく、まあ、荒牧の方のが、まあ、評価は、もちろんね、断然高いのかなというのが、まあ、個人的な意見になってきます。まあ、なんで狙うんだったら、まあ、緑牛かなというふうに思うんですけども、まあ、トータル、して、今回この荒牧、桃助引かないといけないかっつったら、個人的には、まあ、引かなくていいかなという見解です。はい。まあ、もうむしろ引かなくていいと思います。はい。もう超フェスも近いんでね。はい。まあ、なんで、ぜひとも、皆さん、まあ、引かれる方はね、ぜひともガチャ頑張ってみてください。バイバイ。